きっと、またあえるは、2019年に公開された、インドのコメディドラマ映画、ニテシュティワーリーが監督を務め、スシャントシンラー・ジブとシュラッタ・アカ・プールが主要キャストとして出演している。2019年9月6日に公開され、ディレクションや俳優の演技、社会的メッセージ及び大学生活の描写が、批評家から高い評価を受け、工業的にも成功を収めた。 第65回フィルムフェア賞では5つの賞にノミネートされている。ボンベイ工科大学出身の兄は息子ラーガブと暮らしており、ラーガブも父と同様にボンベイ工科大学への入学を目指していた。兄は合格祝いのためのシャンパンを用意してラーガブを励ますが、ラーガブにとっては父の行動は合格に対するプレッシャーとして受け取られていた。翌日、 友人と合格発表を見ていたラーガブは自分が不合格だったことを知り絶望して飛び降り自殺を図って病院に運ばれる。病院に駆けつけた兄は同じく連絡を受けて駆けつけた元妻マヤからラーガブにプレッシャーをかけすぎていたことを責められる。手術を受けたラーガブは一命を取り留めるが医師からは生きようとする気力の欠けているラーガブの容態はかんばしくないことを告げられる。 兄はラーガ部の気力を取り戻すため大学時代の親友たちを呼び集め、彼に負け犬と呼ばれていた大学時代の物語を聞かせる。1992年、ボンベイ工科大学に入学した兄は学生生活の拠点となる学生寮として H4 の部屋を割り当てられる。H4 は大学で開催される競技大会ゼネラルチャンピオンシップで万年下位の 劣等寮であり、そのため、負け犬と呼ばれていた。兄は、寮生活を送る中で、個性的な寮生たちと出会い親友となり、同時に、学生たちのマドンナ的存在だったマヤと付き合うようになる。入学から2ヶ月後、GC の優勝上連領 H3 のリーダーカクラギーは、GC に備えるため、スポーツ万能の兄を H3 に引き抜こうとする。しかし、 親友たちとの生活を満喫していた兄は、ラギーの誘いを断ってしまう。その直後、兄はかつてラギーの誘いを断り H4 の兄気分になっていた最上級生デレックと出会い、彼と共に GC で優勝して、負け犬のお名を返上しようと奮起する。兄とデレックは、両生の中から出場選手を選抜するが、H4 の両生たちはスポーツが苦手なものばかりで、 さらに優勝への意欲も欠けていた。兄は両生たちのやる気を起こさせるため、それぞれが大事にしているものを立つように提案し、彼自身も、マヤとの関わりを断ってしまう。しかし、H4 は GC で負け続けた挙句、断酒していたヘベレケが、禁断症状を起こして入院してしまう。兄は断種を止めるように伝えるが、ヘベレケは親友たちのために断種を続けてきたことを告げる。 兄は GC 優勝を目指して新たな作戦を実行してポイントを稼ぎ H3 との差を縮めていく優勝がかかったリレーチェスバスケットボール決勝戦の日を迎えラギーは妨害工作を行い H4 を不利な状況に追い込むがデレクトヘベレケの活躍でリレーとチェスは H4 が優勝するバスケットボール決勝戦は H4 が H3 を追い詰め兄は スリーポイントを決めて逆転を狙うがゴールを外して優勝を逃してしまう。優勝を逃した兄たちは落胆するがラギーは H4 の健闘を称えて彼らを称賛する。物語を話し終えた兄は勝敗に関わらず戦いに全力で挑んだことで負け犬のお名を返上したこと、結果よりも努力することの重要さをラーガブに伝える。 父の話を聞き終えたラーガブは、かつての、負け犬たちに見送られて、再手術を受け、回復したラーガブは一年後に、大学入学を果たす。ラーガブは勝敗にこだわらない人生を選択し、自分がどんな学部に入ったのかは尋ねないでほしいと、語りかけ、物語は終わる。スシャントシンラージプートシュラッターカプールバルン、シャルマターヒルラージバシンナビーンポリシェティトシャール。 パーン・レインド・コー大学ボンベイ校の学生寮、ニテイシュティワーリーは、ダンガル・キット・強くなるの、制作前に、サジード・ナディアド・アーラーと、キット・またー・エルの企画について話し合い、5本、または6本の脚本を提示している。二人は、ダンガル・キット・強くなるの撮影終了後に、キット・またー・エルの制作を開始した。主要キャストには30歳代前半の俳優が、 起用されている。2018年9月30日から撮影が始まり、10月30日に第1スケジュールの撮影が終了した。11月14日から第2スケジュールの撮影が始まり、12月15日に終了した。撮影の一部は、二定式ワーリーの母校インド校科大学ボンベイ校で行われた。主題歌の撮影には9000万ルピーの費用が投じられ、 オスコシーザーが振り付けを手掛けた。シェーン・ニガムは、マヤ・ラーリーの覚醒役として出演する予定だったが、クーン・バ・ロング・ギー・ナイツの撮影スケジュールと重なっていたため降板した。2019年2月、5月30日発表予定のポスターのメイキングビデオが公開された。8月4日には、フォックス・スター・スタジオから予告編が公開された。9月6日に、インドで公開され、 11月1日にホットスターからビデオオンデマンド配信された。似てテ,ティはリー、キット、またアエルは、批評家から好意的な評価を得ている。ロッテントマトズでは12件の批評が寄せられ、支持率58%となっている。ザ・タイムズ・オブ・インディアのスリーパルナ・セイエングプタは3.5、5の星を与え、スシャントシン・ラージプート、シュラッター・カプール、バルーン、シャルマ、 ターヒルラージ・バシンの演技を称賛した。映画の内容については予測可能な脚本であり物語のペースも遅かったと指摘したが映画には若者と親の関係を描いたアカデミックサクセスのテーマが込められていると批評しきっとまた会エルは目的地よりも旅をすること自体の重要性を提示しておりさらに負けることは勝つことと同じくらい大切な人生の教訓である。 ことを描いていてますこの映画は多くの映画記事で高い評価を得ており、一見の価値がありますと述べている。ラジーブ・マサンドは3.5、5の星を与え、あなたはおそらく映画の中に自分自身の若者時代の痕跡と思い出を見つけることでしょうと批評している。ザヒンドゥーのケニス・ロザリオは、きっとまた会えるお努力の末に成功、勝利を収めたダンガルきっと強くなるの。 アンチテーゼ的な作品として位置づけている。ありがとうございます。